まあ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 グッグッグッ。モンスタージョン TV! 始まりました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたは、インガザラシー！ということでやっていきましょう。今回でございますけども、ワンピースジャンプ最新話、1055話から気づいたで、まとめていきました。ということで、プルトン場所、あそこかみたいなね。プルトンでそもそも何ぞやとかさ、シャンクス、なんだかんだいいやつなんじゃないかなみたいなね。僕のせいでって結構言われがちなんですけどもね、シャンクス悪いやつなんじゃないのみたいなさ、なんか、ジョン TV ってやつが結構、シャンクスを悪者にしてるんだけど、みたいなさ、まあ、確かにね、そんなこともなくもないかなみたいなね、結構、二人説とか、悪者説とか、パシフィスタ説とか、なんか、いろいろと言ってきましたけど、天竜人説ね、なんか刺さってるとか、いろいろ言ってきましたけども、まあね、なんていうか、今回のとか、まあ、どんどん見ていくとね、それ結構前に出した動画でさ、どんどん見ていくと、そのロジャーさんの回想とかを見ても、シャンクス、なんだかんだいいやつなんじゃないのみたいな、こう、思ってくるわけよ。ほんと回想とか見てると、シャンクスいい人っぽいな、っていうふうに思ったりとか、まあ、今回の最新話とかを見てもそうですけど、なんだかんだ悪者説はないのかな、とか思ったりとか、ただでも結局はね、最後は戦うところ来ると思うんだよ。まあ、同じ海賊っていうところもそうだし、バギーとの昔の会話がそうだよ。まあ、いつかどっかで会ったらね、今度は戦うことになるってことを、まあ言ってるんだけども、それも海賊だなって言って、まあ戦ってもいいんじゃないみたいなことを言っているわけだから、なんだかんだルフィ君とも、最後はどっかで戦うのかなとか思いつつね、まあ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 、そんなところも含めて今回ね、いろいろとまとめていきましたんで、お話をしていきたいなと思います。ということで、まず一つ目ですね、ももくん。ももくんすごいね。もうめちゃくちゃパワーアップしてるね。まあ、能力まだまだ未知数なんでね、まあ本当にすげえ能力だと思いますけども、まず一発目、ボロブレスぶちかましたということで、連発してましたね。もうめちゃくちゃ撃っていたということで、あれだけですごいですよ。だって、緑牛、まあ大将ね。大将に対してああいう風に一応一発決定打を入れてるわけだから、ってなってくると他の海賊とか来た場合には全然ももくん一人で守れちゃうよね。っていうところでなんかすげえいいなと。やっぱ赤鞘がいて、おでんさんが前にいるっていうのが再現できてるんですよ。だから赤鞘がいて、しっかりとそれを引っ張るももくんがいるっていうことで、なんか僕はね、すごいバランスいいなっていうふうに思います。そして何よりね、もうこれヤマト確定ですね。麦わらの一味入るでしょということで、考察当たりの部分ということで、前回出していった動画なんですけども、なんで桃之助はね、ヤマトを戦わせなかったのかっていうところでは、今後の展開、だから送り出すために戦わせないっていうふうに、で、ルフィ君たちにまた協力をしてもらうと、結局ワノ国に協力してもらわないとダメじゃん。自分らで何もできないじゃん。守れないじゃん。っていう風になっちゃうと良くないし、ももくんとしてもメンツが立たないから、しっかりとそこはね、追い返す。しっかり追い返す相手は海軍大将だからね。ちょっとなんかそこら辺がぶっ飛んでるんだけど、ただ、やっぱももくんっていうのは、言うてカイドウに対して攻撃をしっかりとぶちかましてる。ルフィ君も言ったしね、カイドウ四皇に対して攻撃をしてて、お前何が怖いねんって。まあ、そう言われると、怖いもんないよね。っていうところでは、なんかいいよね。そういう流れがしっかりと回収されている。だから、四皇に対して何もできないのが、結局は海軍大将なんで、それを止めてるっていうところではさすがだなって思います。そしてしっかりとね、外では犬がワンワン言っているわけでございます。もう犬も猫もワンワン、相変わらずのブラジルでございます。ということで、シャンクスの覇気。はい、もうシャンクスの覇気、えぐいですね。まあ、今回のね、その覇気っていうので、もう何がすごいのって言ったら、海軍大将、もう何度も出てくるけど、海軍大将を追い返してる。しかもなんか、会話みたいなもんできちゃってるよね。メッセージを飛ばしてるみたいなさ。なんか、すげえなっていう SMS みたいな感じですかね。バンってこう飛ばしていくみたいなさ。有料だからちょっとダメージ食らうみたいな、うっみたいな。しかも相手が食らうとちょっと面白いよね。あ、そうです。受信料かかるからね。だから相手の方がうってこう食らうんですよ。ちょっとよくわかんねえけど、よくわかんねえけど、なんか、それって、なんとなく似てるなと思ったのは、ルフィくんがさ、落ちてカイドウに落とされて、で、水の中からこう、なんか、ももくんにメッセージを送ったじゃん、SMS でね。だから、そういう感じで、ルフィくんも、それに近いものできるようになってきてる、みたいな。だから、あれって何なの？何の力なの？って思ったら、実は覇気だった。
って考えるとすごいよね。じゃあ何なの、見聞なの、それとも覇王色なの、それとも双樹神の覇気何みたいな感じになるじゃんっていうところでは、まあでもなんとなくね、あーむずいな、覇王色に乗せて自分の思いも合わせてバチコン飛ばしていくってのはぽいと思うし、でも見聞もぽいし、でも見聞って飛ばすとか察知じゃん、察知だから覇王色に自分のメッセージを乗せるっていう方が俺はぽいと思うんだよね。威圧っていうところとちょっと似てるとか、威圧ってどっちかっていうと飛ばす系じゃん、イメージね。これ前にも言ったんだけど、だからそれと同じように覇王色に多分メッセージを乗せてる、多分これ当たるんじゃない、多分そんな感じだと思う。見聞色で相手にメッセージ飛ばせないでしょっていう風に思ったりします。まあいずれにしてもね、今回のまあ流れを見てみると今後の戦いで、まあ今回の我が国でも言われているけども、能力がどうちゃらっていう話ではなくて覇気で語る戦いになる、まあ弱点をついてどうこうなる次元はもう終わってるっていうことを緑牛も言ってるわけだから同じだよね。だからこれからは本当にもっともっと覇気についてクローズアップされていくのかなっていうふうに思います。まあ気になるところとしてはシャンクスのメッセージを飛ばすあれだよね。そしてなんとなくシャンクスの覇気ってなんか赤黒いのはそうなんだけど、ドス黒いような感じというかね、もっとなんかこう深みがあるような勝手な感じがするんだよね。だからそれが次の次元なのかなって考えたりとかもします。皆さんいかがでしょうか。そして続いてでございます。続いては緑牛が意外とシャンクスとまあやろうともしてるんだよね。だから今回は逃げてるんだけども、今後はどっかでやるけどなみたいな感じで言ってるんだよね。だからそれっていつなのみたいな、いつどこでシャンクスやろうとしてんので、その考え方っていうのは海軍としての考え方なの、それとも政府としての考えなのっていうの次第ではシャンクスちょっとやばいよね。だって政府と繋がってんじゃんっていうところで、要は裏切られることになるじゃん。どうなるのみたいなさ。まあだからそういったところでは今後はまあその残ってる4校も全部ぶっ潰したいよねって考えている海軍サイドの考えで、まあシャンクスと戦うルフィ君たちと共闘するみたいな流れは見えんのよ。でそこからの今度は世界政府を倒しましょうっていう時にシャンクスが敵になるみたいなね。だから結局シャンクスを悪者にしたいというよりは、なんか悪者の役を結局やるのかなと思うのよ。なんというかやっぱね、いろいろと仕組んでる感があるのよ。なんか道を敷いてるっていう方がぽいかな。レールを敷いてあげてる感があるから、最後の最後でも超えるべき壁として自分がその壁になるのかなみたいな、なんかそんな感じするんだよね。嫌だけどなんとなくなんかそんな気もしないでもない。だから今後としては緑牛の言葉の意味だよね。それによっては海軍が敵になるのは当たり前なんだけど、思い切り海軍とぶち当たるからの政府とぶち当たるっていう2つの面があるのかなと。だからこそのルフィ君と一緒に戦う、そしてルフィ君たちと戦うみたいなね、そんなような展開も見えなくもないかなと思います。そしてね、これはね、今のこの出してるタイミング、ちょっとね、本当はね、この動画っていうのは前回も撮ったんだけど、こういう感じのやつをね、火曜日に出したいんだけどね、間に合わないのよ。編集がまだ完全に落ち着いてないから、ちょっと間に合わなくてね、いつ出るか知らんけどね、その頃には多分懸賞金予想ってのは出てんだけど、まあ今の両翼とルフィ君がトップで懸賞金バッチクソ高くて、でさらにその中にジンベエさんもバチクソ高い組としているのかなみたいな、10億4連単みたいな感じ下手打ったらあるのかなみたいな、だからジンベエさんとか高いのかなっていう風に多分話してると思うんだけど、まあまさに今回その4人がさ、ヤマトたちの状況をまあ見ていたわけじゃん。まあ見聞的な感じだよね。だからそれを考えると、なんかちょっと当たっていきそうだよね。懸賞金この4人っていうのはバチクソ高いのかなみたいな、両翼プラスジンベエさんも入ってきてみたいなね、構図になってくるのかなっていう風に思います。そして沈んだ和の国ということで、これすごいですね。これは本当にね、驚きました。そうきたかみたいなね。まあ前に僕こういったような動画で話してるんですよ。だから和の国が実はあれ一部でなんか沈んでる面もあるんじゃないのみたいな、だからそれはね、考察当たりなんですよ。だから今回2個当たってるんですね。でこれ結構ね、当たりとしてはでかいなと思いつつ、でさらにはここから広がる展開ではね、プルトンどこにあるのみたいなね、まあ、プルトン僕としてはあの山の中にあるんじゃないみたいな、で水が入ってるわけじゃん。だからここからはあの壁をどうすんのって言ったら、ズニーシャがぶっ壊す。ただズニーシャがぶっ壊すってやると、その水がもう大氾濫するじゃん、ブワーって言って。そうなると下にある家とかも破壊されちゃうから、鼻で抜いてプシャーってどっかぶっかけて、そこからのあれをぶっ
ぶわーってこうやるのかなっていう風に思うんですよね。で、なんかちょっとまあ光ってる風あったけど、あの和の国って黄金なのみたいなさ、沈んでるやつ黄金ですかみたいな、あんまりちょっと黄金感なかったし、反応黄金的な反応じゃなかったから、違うのかなと思うと、キーボード手を置いてびっくりしちゃうっていうことで、違うのかなと思いつつ、じゃあ違う場合って黄金どこにあるのって話なんだよね。それはちょっとね、空島とも似てくるのかなと思うんだよね。あの黄金鏡があったとか言ってさ、であれねえじゃんみたいな思ってたら、その黄金どこにあるの、マクシムの方にみたいなさ、そういった考え方もできなくもないんですよ。マクシムに素材として使われてる。で、なんでって言ったら、黄金からの電気を通すっていうところでゴロゴロ兄さんはやっていたわけじゃん、わけじゃんってことは、プルトンどうなのって話なんですよ。それもワンチャン電気で動かしたりするって考えると、電動的なところでは黄金をそれに使ってるっていうのは十分にあり得るよね。もともとは黄金の国として知られていたんだけども、まあ戦いやらなんやらで、その黄金を活用してプルトンへとそれを使っていったって考えると、今あそこに黄金がないのも見えるよね。じゃあどこなのそれはっていうと、山の中にプルトン黄金含め、まあ、眠っているって考えると、めちゃくちゃ面白いよね。だからマクシムと同じような展開なんですよ。じゃあマクシム古代兵器なのとかって話になってくるんだけどもね。あのなんかね、そっちというよりは、まあ、それイコールウラヌスじゃん、天空神っていうところでもさ、で破壊力を考えると島一つ吹き飛ばしてんじゃん実は出てたみたいなね、考え方もできなくもないし、一応古代兵器っていうところでは、あの設計図もあらあったりするわけだから、いつからの設計図なのって考えると一つではね。まあでも言うてあれはどっちかっていうと、なんかその移民的な感じというか、人をぶち込んであの移動するためのもの。だからノアと同じ感覚を覚えるわけよ。それを引くものがいるみたいな。引くものは何ってなってくるとみたいなね。そういう考え方もできる。まあちょっとあの派生しちゃってるんで、一旦それは置いて。少なくとも山の中にプルトンがあるのだとすれば、まだ見つかってないとかっていうのも見えてくるし、それはもう沈んでるから。水があるし、その中をどうこうできたもんじゃないから、まだプルトンがどこにあるのかは知らないっていう言葉も見えてくるのかなみたいな。だから水抜いて岩破壊みたいな。じゃあ逆にあのどでかいあの壁誰がやったのってなると、なんかね、赤い大陸をやっぱ連想するわけよ。これも前ちょっと話してるんだけども、能力者がそういう風にやってんじゃないのみたいな。でも能力的に規模がおかしいから、イム様の力とかなんかやべえ能力者がやったんじゃないのって考え方ができるわけよ。もちろん政府サイドね。でそうなった時に、それ的な感覚で、例えば当時のピーカの能力者とかね、わかんないよな、ピーカとかもすげえ雑いけどさ、なんかあのピッキャラピッキャラ言ってるのちょっと違和感あるけど、でもそういう感じであのどでかい岩をバチコンやったとすれば見えるよね。でそこからの、まあ、水が入ってきてみたいな、でちゃんと保存をしてるという状態じゃん。だけど普通になんか川の水だからって保存できるかっていう感じだけどね。なんかそれでいくとノアとかもちゃんと木造みたいな感じやろ、でもちゃんと形保ってるじゃん。まああとはそのまあなんとなくね、魚人島のあっちの奥地もなんか木造系のものあるから、なんか特殊な技術でね作っている、その和の国を作っているのだとすれば、まあその水にもやられないっていうのも見えなくもないんだけどもね、まあ、若干違和感ありつつ、まあいずれにしてもだからその水で和の国を守ろうとしてたというよりは、やっぱ結局多分その水を抜いたら、もうもちろん藻だらけカビだらけだのいろんなものだらけでもとんでもないことになってると思うから、なんかそこに住めたもんじゃないと思うね。一回さらにしないといけないと思うから、その和の国を守るためというよりは、まあその水でねプルトンを守るみたいな感じの方がオラっぽいのかなと思うんだよね。だから開国イコールあの壁をぶち壊します、中からプルトンを取り出しますっていうのが、まあ言われてる通りねなってくるわけだから、和の国のための水壁ではなくてプルトンのためで完結なのかなみたいなね。ちょっと家がなんであんなある程度綺麗に保たれてるのか、たまたまっていうかあんまり重要じゃないと思うんだよね。なんかそんな気もしないでもない。で黄金に関してはさっき言った流れだと一番綺麗なのかなみたいな。ただ時も経ってるんですぐに稼働はできないっていう時に出てくるのがフランキーだよね。フランキーが、まあ、設計図を見てるわけだから直してくれるって考えると面白いし、で一個派生していくのが沈んだ街っていうところではウォーターセブンなんだよね。ウォーターセブンがすごい似てるっていうところでは、今度繋がってくるのがアイスバーグさん。アイスバーグさんがウォーターセブンを浮かせようとしてるんだよね。浮かせようとしてるっていうところでは、なんでその発想になるのか、プルトンを見てるからなのではないのかみたいなね、まあ何かそこにヒントがあったのではないのか。そうし
して同じようにプルトンの設計図を見ているフランキー、フランキーが全くもって同じようなことをやっていくと、まあちょっとワノ国もじゃあ浮かせるっつってもね、ぶっ壊して水を抜いてっていう話だから、どっちかっていうと今沈んでるものが通常になって高いところに今のワノ国があるっていう風になってくるからね、まあ若干発想は違うんだけども、でもなんかそういったようなところも繋がってくるのであれば、ウォーターセブンで偉業を成し遂げるまあアイスバーグさん、そしてこっちの方で偉業を成し遂げるフラランドみたいなね。そして気になるのがね、あの対カイドウ用の兵器作るって言って作ってねえじゃん。だからそこら辺のところで対カイドウ用の兵器からのプルトンへと繋がっていくみたいな風になっていくと、今後ね、前も言ったんだけども、そのパシフィスタカイドウみたいな、パシフィスタでクマさんを元に作られてるわけだから、何回も捉えられているカイドウを考えると、まあカイドウ的なパシフィスタもいるかもしれないし、シャンクス的なパシフィスタもいるかもしれない、渋海レベルのパシフィスタがクマさんでっていう風になってくると、四皇レベルのパシフィスタでルーディさんとかっていうこともあり得るんでね、ダダフィスタもあり得るからね、ダダンっていうことで、まあだからどういう風に回収されるかわからないけども、まあそういったものもね、なんかあんのかなみたいな考えたりで、そこで初めてフランキーの対カイドウ用の兵器っていうのが大活躍するみたいな、まあプルトンかけることのみたいな、なんかこう合わせ技みたいなね、こともあんのかなっていうふうに考えたりもします。はい、まあっていうところで、ズニーシャが水をきれいに抜いて岩をぶっ壊す、これが言いたかっただけということでね。まあでもなんかね、昔からずの時様も能力をまあ使って今に来たわけだから、昔の時点で能力はある、悪魔の実はある、だからあの岩自体普通に作れないからね、まあそういう風にね、能力で作ってるのっぽいのかなみたいな。でそうなってくると結局地図見てもわかるんだけど、鬼ヶ島のあのドクロ何って話なんだよね。だからあれは何かの方法でね、復活やっぱさせんのかなと思うんですよ。なんかちょっとなんかの生物だと俺は思う。なんか復活しそう。はい、以上、誰がどういう風に復活させるかは知らん、知らんけども何かありそうっていうところかな。そしてこのプルトンの話にまた戻るんですけど、プルトンってそのまあ意味合い的にね、引っ張る豚っていう風になってくるんだけども、その豚で連想されるところとしては、やっぱね、あの和の国の白い豚さんですね、山の神ということで、あれに引っ張らせるのみたいなね、考え方もできるんですよ。まあただなんか今回の地図とかを見てみると、規模感があれとは違うんだよね。でまあその子供のちっちゃい豚がいたわけじゃないですか。で、それの親のどでかい豚がいたわけじゃないですか。で、その豚の中には、まあ、町があったとかなかったとかっていう話がね、あるわけじゃないですか。人がそこに暮らしてましたとか。ってことは、もしかしてみたいな。元々の和の国の人たちがその豚の中に暮らしてたっていう考え方もできる。けども、ただ、ぶった切られた時に、一応、おつるさんたちが中から出てきたりもしてるわけだから、そうなるともっとたくさんの人が出てきて大パニックになってるし、そもそも4次元ポケットじゃないとさ、そんなたくさん入れないじゃん。で、なんでこの話になるかっていうと、あんだけのどでかい和の国が、今の上に行ってこんぐらいのこれがこうなってるんですよ。キャパちげえじゃんっていうところで、人どこ行ったのっていう話なんだよね。だからなんかね、あの豚に入るにはちょっと足りないんじゃないみたいな。で豚置いたとしても、たくさんいた人たちどこ行ったの、キャパオーバーじゃんって話なんだよね。でどこにいるのっていう時に、もっとでかい豚の中にいるんじゃないのって思っちゃうんですよ。例えばでございますけども、まあそのプルトンっていうのが、まあどでかいもう豚ですよ。豚で、でそれがまああのラブーンみたいにね、兵器として中を改造されていてみたいなのがあれば、まあちょっとなんか面白いよね。兵器としているのであれば、プルトンなんかちょっと面白いよねぽいじゃないですか。でプルトン豚、どでかい豚が島を引っ張るとかさ、でそれで出来上がったのがね、あの和の国のね、あの今俺らが知ってる形とかさ、でクロッカスさんもね、要は未来へのヒントになってくるみたいなさ流れで考えていくと、そういったガチガチな兵器が内部を改造されていたやつがでもおかしくないのかなみたいな、なんかワンチャンズニーシャはそれかなとも思ったんですけども、逆にそういったどでかい豚がいて、それがプルトンですみたいな、でそいつが何かを引っ張るとかってなると面白いよね。何を引っ張るかは知らんけどね、知らんけども、それがプルトンってなるとぽいなみたいな、戦艦としても中を改造してるってところでも出来上がるし、でその化け物ってところも回収されていくって考えると、全部がねまあ綺麗にまとまるのかなみたいな。でなんかちょっとね、ドロビスさんの話にもまたちょっと繋がっていくんですけども、そのディズニー説とかっていう話にもなるんだけど、まあちょっとそれとはずれて、やっぱね、あのワンピースってディズニーだけのオマージュではなくて、いろんなところのオマージュがあったりするんだよね。ジブリにしてもそうだし、まあ今回のその緑牛の歩いて花を咲かしていくっていうのも若干ジブリ感あるじゃないですか。だからそういったところで考えていくと、違った方向へ行って、3匹の子豚っていうね、3匹の子豚っていうところではちっちゃい豚がいる、ちっちゃい豚がいて、その豚を連れていくと、それに引き連れてあの親豚がついてきてね、結果的には和の国を荒らし尽くしたっていうのがあるん
だけども、さらに実はもっとどでかい豚がいるって考えると面白いよね。それがプルトンであるみたいなさ。でまあこのちっちゃいのがどっか行ったから親豚が暴れた。じゃあこっちのどでかいのは暴れないのって言ったら、どでかいからワノ国の中にこの豚がいれば問題ないっていうことで、実はこのどでかい豚が山の中にいるのかもしれない。山の神だよね。はい、山の神。別に山の神ってあのどでかい山みたいだからだけではなくて、山の中に眠っている神なんじゃないのって話。それがプルトンなんじゃねえの。お疲れした。はい、お疲れしたっていうね、そんな感じです。まあそう考えていくとね、いろいろと繋がってくるわけですよ。そのラブーンの話にしてもそうだし、プルトンって名前もそうだし、その怪物造船師匠、最悪の化け物、中を改造してるで生き物ってのも融合されてくるわけだし、なんか俺的な古代兵器イコール全部生き物って考え方があるわけですよ。まあその白星にしてもそうだしね。でウランスに関してはまあ竜、どでかい竜がどっかにいるんじゃないのみたいな、竜神の剣もあるしみたいな。で箱舟ノアを引っ張っていく海洋類たちがいてみたいな。で空の方の船に関してはまあ竜が引っ張っていくとかっていう風に、まあ、あの自立であの動いてるからちょっとあんま関係ないかもしれないけどさっていう考え方もできるよね。ウラヌスが何かを運んでいくみたいなさ。だからワンチャンだけども、ウラヌスイコールあのでかい卵で、それをすでに返してるっていうのがシャンクスたちとかってなってくると、あのとんでもない移動方法っていうのがそこに繋がってくるかもしれない。ワノ国から一瞬でやってきた、どうやって、はいウラヌスみたいなさ、どこでもドア的なノリでやっていたら面白いのかなみたいな風に思ったりします。まあそんな感じ、いろいろと気になるわけでございますけども、3匹の小豚にまた話は戻るわけでございます。これをもしも当てはめていくのであれば、ちっちゃい豚、あのどでかい豚、ぶった切られたどでかい豚がいて、そして山の神、本当の山の神っていうことでプルトンがいるってなると3匹の小豚で、まああれってさ、3匹の小豚っていうのはね、隠れてるわけじゃん。狼が来て吹き飛ばします、ブワーって言って、狼かね、あのルージュか知らんけど、ブワーって吹き飛ばしたりとか、いろいろやって家を壊してくるっていうのがあったわけでございますけども、その狼的な位置をセーフとするのであれば、それからワノ国の中で隠れているっていう風に考えると、ちょっとなんかね、合ってくるのかなとも思えるんですよ。家の中に隠れている豚さん、山の中に隠れている豚さんっていうね、そんな感じで考えるとちょっと面白いななんて思ったりします。そしてそこから繋がってくるのがカイドウとマムね。まあだいぶ近くに落ちたじゃないですか、溶岩にバチコン落ちたんだけども、そこから一周回ってね、何か気づいてしまうとかさ、まあ近くによいしょでこう上がった時に、まああの水の中に入ってるワノ国を見ますからの、マムとかで地面の中を掘ってきたりするわけだからさ、そんな体力あるか知らないけど、まあなんかプルトンを一周回って発見しちゃったなんていうのがあると面白いよね。まあそうすると厄介でしかないから、なんかそんなドストレートなことあんのかなと思うんだよね。あったらあったでマジでまた同じことの繰り返しだから、めんどくさいんですよ普通に。だからちょっとそうはならんかもしらんし、なった上で自分らじゃどうしようもない、結局はズニーシアがいないとどうしようもないっていうので、でも結局だったらワノ国狙うよねっていう、やっぱめんどくさいにしかならないんだよね。まあどうなるでしょうね、そこら辺もどう広がるか気になるところでございます。ということでいろいろとまとめてきました。もう盛りだくさんですね、盛り盛りだくさんということで、皆さんの思うところもいろいろあると思うんで、ぜひコメント欄に書いてください。まあプルトンは結構やばいと思うよ、あの3匹の子豚からのっていうのでね、結構熱いのかなと思います。皆さんはどう思いますか、コメント欄ガッツリガッツリガッツリ書いてください、よろしくお願いします。そして最後になります、グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。ぜひとも皆さんグッドを押してこの動画拡散してくれたら嬉しいです、よろしくお願いいたします。それでは最後になります、ジャンケンタイム行きましょうの前に、あの僕の SNS もフォローしてください、よろしくお願いします。お願いが多いです、よろしくお願いします。ジャンケンタイム行きましょう、最初はグーインザーラシートリピーでした。また次回お会いしましょう、 See you next time。